こんにちは、方程式チューバーです。この動画は2022年度の共通テスト数学1、数学 A の解説です。答えを出すことのみの解説ではなく、入試本番の問題が解けるひらめきを盛り込みながら分かりやすく解説いたします。では第1問の括弧1の括弧1の問題です。まず問題をご覧ください。この後に記載してある問題の続きをお見せいたします。問題を解かれている間は動画を一時停止でお願いいたします。まもなく解説いたします。第1問の括弧1は実数 ABC がまず1つ目、 A プラス B プラス C イコール1、丸1と書いてあります。 A の2乗プラス B の2乗プラス C の2乗イコール13、丸2と書いてあります。これを満たしているそうです。そこで括弧1は括弧 A プラス B プラス C 括弧閉じの2乗を展開した式においてという表現がしてあることから、まずこの括弧の2乗を展開しようというのが誘導の言葉になっています。 A プラス B プラス C の閉じの2乗の展開というのは、まずね、最初の A をそのまま2乗してしまう、2回かけてあげましょう。すると A の2乗が出てきますよね。次に今度は真ん中の B、 これも同じく2回かけてあげる、2乗してあげましょう。そしてさらに最後の C、 これも2回かけてあげましょう。次に3つの中から ABC の3つの中から2つを選んでかけて2倍です。まず A と B をかけて AB、 それを2倍です。次に他の組み合わせ B と C をかけて2倍です。そして最後にもう一つ A と B、 B と C ときたからA と C の組み合わせですね、これをかけて2倍です。プラス 2CA となります。ここでは CA と書いたのは 2AB で B で終わっていて、次が 2BC、 C で終わってるから 2CA と書いてあげると少しおしゃれですよね。さてここで聞かれてる問題は AB プラス BC プラス CA がアイ、これを聞いています。この緑のマーカーで印をつけたところを少し工夫してみたいと思います。2でくくってあげれば2括弧 AB プラス BC プラス CA です。ところで丸1を見てみてください。 A プラス B プラス C が1となっています。こちらの左辺 A プラス B プラス C の2乗になってますけど、この中身 A プラス B プラス C は1ということを言っていますよね。同じく A の2乗プラス B の2乗プラス C の2乗、丸2でここは13になるということを言っています。このことからA プラス B プラス C が1であることから、こちらは1の2乗。次に A の2乗プラス B の2乗プラス C の2乗が13ということから、こちらが13。そしてこちらはこのままの状態で書いてあげれば、今これを求めたかったわけですから、少し動かしましょう。計算を進めてあげると答えは AB プラス BC プラス CA イコールマイナス6、アにマイナス、イに6が入ります。では次に、カッコ A マイナス B の2乗プラスカッコ B マイナス C の2乗プラスカッコ C マイナス A の2乗が何になるかを聞いています。左辺を展開してあげましょう。まずカッコ A マイナス B の2乗は展開する。展開のやり方ってカッコの2乗の場合、前に書いてある A を2回かけます。A かける A、A の2乗。前と後ろ、後ろというのはこのマイナスも含んで後ろ、 A とマイナスの B をかけて2乗は2倍しましょう。 A かけるマイナス B でマイナス AB、 2倍ですからマイナス2倍の AB。 そして最後にマイナス B を2回かけましょう。マイナス B かけるマイナス B でプラスの B の2乗です。次はこちらです。同じく B マイナス C の2乗ですから、前の B を2回かけて B の2乗、前と後ろをかけて2倍です。B とマイナス C をかけて2倍ですから、マイナス 2BC。最後に後ろのマイナスの C を2回かける。マイナス C かけるマイナス C でプラスの C の2乗です。そしてさらにこちらは、同じく前に書いてある C を2回かけて C の2乗。前と後ろをかけて2乗は2倍です。C とマイナスの A をかけて2倍。マイナス 2CA。最後にマイナス A を2回かけてプラス A の2乗です。整理してあげましょう。 A の2乗が2つあります。 B の2乗も2つあります。 C の2乗も2つあります。すると
2でくくってあげれば2括弧 a の2乗プラス b の2乗プラス c の2乗です。さらにマイナス 2ab、マイナス 2bc、マイナス 2ca をまとめてあげましょう。こちらをマイナス2でくくってあげてマイナスの2括弧 ab、 こちらはマイナス2でくくられましたからプラスの bc、 そしてこちらはプラスの ca になります。すると丸2で a の2乗プラス b の2乗プラス c の2乗は13ということが書いてありました。そして先ほど ab プラス bc プラス ca がマイナス6と出ています。すると式は 2×13 マイナス 2× マイナス6、計算をすれば26プラスの12で38と出てきます。うが3、えが8になるわけですよね。以上で数学1、数学 A 第1問1の括弧1の解説を終了します。お疲れ様でした。